カーレン、ノボル、どうしたの？仕事から帰宅した私の目の前には驚くべき光景が広がっていた。娘のカレン、そして夫のノボルが居間で倒れていたのである。慌てて駆け寄るが、二人とも息をしていない。近くにはロープと遺書らしき紙が無造作に置いてあった。私は震える手で遺書を手に取る。そこに書かれていた内容を読んだ私は頭が真っ白になってしまった。一体どういうこと？ノボルがカレンを手にかけたなんて。それから現実が信じられないまま、私は二人の葬儀を終えた。警察も遺書の内容通りだろうということで、早々と捜査を打ち切っていた。つまり無理心中ということにされたのだ。そんなわけがない。ノボルがそんなことをするはずないのに。呆然としている私のもとにある人物が訪れる。そして意外な事実が発覚したのである。私はそれをすぐに警察に伝え、調べ直してくれるようしつこくお願いした。結果的に重い腰を上げて再捜査してくれた警察。彼らは後日私の家にやってきた。申し訳ありません、無理心中ではありませんでした。そして言いづらそうに警察官の一人がゆっくりと言う。二人は。その後明かされる事実に私は信じられない気持ちでいっぱいになるのだった。私の名前は園田亜美、今年で50歳になる。地元の小さな会社でパートとして働いている兼業主婦だ。夫の昇は2歳年上の52歳、中小企業の総務部で課長をしている。子供は1人、11歳で小学5年生のカレンだ。と言ってもカレンは私たちの実の子供ではない。カレンは養子なのだ。私と夫のノボルは20代で結婚したが、子供ができなかった。私たちは長いこと不妊治療を続けていた。だが私の体の負担が大きく、40歳になる前に諦めることにしたのである。その代わりノボルと話し合って養子を迎えることにした。それがカレンだった。カレンはすくすくと成長し、優しく素直な子に育った。実の子かどうかなんて関係ない。私たちはカレンのことを何よりも大事に思っている。普通の家族と何ら変わらない、いやそれ以上の絆があるのだ。そんな私たちにあんな身の毛もよだつような事件が起きるなんて信じたくなかった。いや今でも信じられない。だがそれは現実に起こってしまったのである。お母さん、ただいま。夕方、いつものように明るい声で帰宅するカレン。後ろにはカレンが最近仲良くしている同じクラスのお友達がいる。こんにちは、お邪魔します。お邪魔します。いらっしゃい。コウタくんとつむぎちゃんだ。コウタくんはゲームが得意でやんちゃな男の子。つむぎちゃんはしっかり者の優等生。どういうわけか気があったようで、最近はもっぱら3人で遊ぶことが増えた。早速カレンの部屋に入っていき、みんなでゲームを楽しんでいるようだ。はしゃいだ声が聞こえてきて微笑ましい。私はキッチンで3人分のおやつを用意した。駅前の洋菓子店で買ったお手頃な価格のパウンドケーキだ。ちょっと安物だったかなと一瞬悩んだが、そんな見栄を張ることはないと思い直す。実はカレンが今通っている小学校はお金持ちが多いのである。この近くには地元の優良企業が多く立ち並ぶため、自然と会社の社長などが多く集まるようになった。私たちはノボルの親戚から土地を安く譲り受け、たまたまそこに家を建てただけで、取り立ててお金があるわけではない。だからこのことは予想外だった。
小学校の父兄参観などでは華やかな服装で着飾り、高いブランド物を持っている保護者が多かったのだ。私は少しその雰囲気に苦手意識を持っていた。ノーブランドの私は浮いていたし、その後に行われる保護者会などでも海外旅行や高級な料理店の話で持ちきりだった。なんだか居づらいような気持ちになったことを今でもはっきりと覚えている。そのため必然的にその子供たちもいい服を着ているし、舌が肥えているのだ。それを考えるとカレンの友達に安物とわかるお菓子を出すのも気が引けた。だが子供相手にわざわざ高級菓子を出す必要もないだろう。カレンにも子供のうちから贅沢をさせるのは良くない。私は気を取り直し、カレンの部屋をノックして中に入った。今日のおやつはパウンドケーキよ。みんなで食べてね。わーっと子供たちの歓声が上がる。ラッキー、おばさんあざーす。ありがとうございます。目を輝かせるコウタ君と可愛くお礼を言うつむぎちゃん。カレンもママありがとうと微笑んだ。大人たちの都合は関係なく、子供は無邪気なものだ。そう思ったのだが、コウタ君が意外なことを言い出した。おばさん、これ駅前のお店で一番安い230円のパウンドケーキでしょ。え、よく知ってるわね、コウタ君。でも安くてもとっても美味しいのよ。子供に見透かされて、私は内心ドキドキした。あの店だったら600円のチーズケーキが一番美味しいんだよ。やっぱり高い方が味もいいでしょ。カレンのうち家計が苦しいの？ずけずけと聞いてくるコウタ君に、私とカレンは困惑した表情になる。こんな会話を家庭でもしているのだろうか。どう答えようかと思案していると、つむぎちゃんが助け舟を出してくれた。ダメだよコウタ君、そういう値段のことを言うのは失礼だよ。いいじゃん別に。そういえばこないだうちで取り寄せた有名パティシエが作ったケーキがめっちゃうまくてさ。コウタ君はお構いなしにベラベラと自慢話を始める。私はその様子に面食らったが、カレンとつむぎはへえと感心したように相槌を打っていた。まあ何かと自慢したい年頃なのだろう。子供たちで盛り上がり始めたので、私はカレンの部屋を後にした。その夜、のぼるが帰宅。みんなで食卓を囲み、いつものようにカレンがおしゃべりをする。今日もみんなでゲームしたんだよ。つむぎちゃんには勝ったけど、コウタくんには勝てないな。コウタくんはゲームがうまいの。それに物知りだし、グルメだしね。そうね。私は何気なく相槌を打つ。今日の出来事を思い出して複雑な気分になったが、カレンは気にしていないようなのでひとまず良かった。それにしてもコウタ君が急に値段のことを言い出すとは思わなかった。確かコウタ君のお家は名家だったはず。父兄参観で見かけたコウタ君の母は高級な服を着て私を見下した目で見ていたことを思い出した。あの様子では全てが高級志向で、日頃からいいものばかりを食べているのだろう。安いパウンドケーキなど眼中にないに違いない。そんなことなど知らないのぼるはニコニコと微笑んでいる。いい友達がいてよかったな。うん、このクラスになってから毎日ほんと楽しい。いつもと変わらない平穏な時間だ。私はのんきだった。この時、まさかこんな毎日が突然崩れ去ることになるとは夢にも思わなかったのだ。違和感はすぐにやってきた。ここのところなんだかカレンの元気がないような気がする。学校で何かあったのだろうか。友達と喧嘩をしたとか、勉強でつまずいているとか。最近夕食もあまり食べず部屋にこもることが増えた。この日も帰ってきてから真っ先に自分の部屋に入っていった。今までは帰ってくるなりお腹すいたっ
と言ってキッチンに来て、今日学校で会ったことなどを明るく話していたのに、なんだか心配になった私は、仕事帰りにカレンの大好きなマフィンを買っておいた。一緒に食べて悩みを聞いてあげよう。カレン、おやつよ。カレンの喜ぶ顔を想像し、ついノックもせずにドアを開けてしまった。待って、入ってこないで。慌てて叫ぶカレンの手元から何かが落ちた。ごめん。あれ、何これ。私がそれを拾い上げる。するとカレンは顔面蒼白になった。それは妊娠検査薬だった。え、見事に陽性の欄に線が浮いている。何よこれ、何なの。私は目にしたものが信じられず、上ずった声を出した。それは。カレンはそう言ったきり口をつぐんだ。その後はどんなにしつこく聞いても、怒っても、何をしても、カレンは口を割らなかった。この検査薬がカレンのものであるということだけに関してはうなずいた。ということは、カレンは妊娠しているのだ。嘘だとしか思えなかった。確かにカレンは今年から生理が来ている。だが、まだ小学生、まだ子供だ。混ぜている子たちはすでに彼氏持ちの子もいると聞いているが、カレンはそういうタイプではない。相手が誰なのか聞いてもカレンは言わなかった。まさか無理やり誰かに。そう考えると私はゾッとした。こんな子供相手になんてことをするのだろう。ギリギリまでカレンが話してくれないか粘ったが、どうしても無理だった。とうとうカレンは泣き出した。こうなると私としてもお手上げだ。ひとまず放り出していた夕飯の支度を進め、帰宅したのぼるの相手をした。三人での食卓はいつもではありえないほど静かだった。相変わらずカレンは小食で、私もう寝るからと言ってまたさっさと自分の部屋に入ってしまう。ちょっとカレン、まだ話が済んでないでしょ。呼び止めても無駄だった。うんともすんとも言わない。そのうち様子を察したノボルが訪ねてきた。どうしたんだ、夕食の時も二人とも押し黙って。喧嘩でもしたのか。ノボルの言葉に私は深いため息をつく。実はね。考えた末、私はノボルに相談することにした。こんな重大事件、私一人の手では負えない。話を聞いたノボルは驚愕した。まさか、嘘だろ、何かの間違いじゃないか。だけどこの目で見たのよ。それにカレンが自分でこれは私のものだって言ったわ。私がそう言うとノボルは顔を歪ませて叫んだ。でもカレンはまだ小学生じゃないか、一体誰とそんなこと。私は思い当たることを口にした。そういえばこの前、学校の近くで変質者がうろついてるから注意してってメールが回ってきたわ。考えたくないけど、まさか。ありえるな。下校途中で変質者に声をかけられたのかもしれない。のぼるもうなずく。そうね、だから話せないのかも。でも本当に妊娠しているなら大変よ。産婦人科に連れて行かないと。そうだな。それと俺もカレンから話を聞いてみるよ。成り行きによっては警察に行くことになるかもしれない。警察と聞いて私はめまいがした。とんでもないことになってしまった。しかし犯人を早く捕まえてもらわなくては困る。小学生をそんな目に遭わせる人間なんて許せない。すぐに行動を起こさなくては。
幸い明日は土曜日、全員が休みだ。カレンを説得して病院や警察に行こう。そう決めた私たちは覚悟を決めていた。翌日、朝食を食べ終わった後、早速カレンと話そうとすると私のスマホが鳴った。はい、もしもし。え？職場の上司からだった。どうやらトラブルが発生したようで、これから出勤できないかと言われてしまった。職場は社長と奥さん、正社員の上司が一人と、私を含めたパートの二人の計五人しかいない。本来パートは土日は出勤しないのだが、人手が足りないため短時間でもいいから来てほしいとのことだ。でも私は迷っていたが、お昼までには終わるからというので仕方なく引き受けることにした。昇に事情を話し、職場に行くことになったと伝える。昇は了承してくれ、亜美がいない間に俺がカレンから話を聞くよと言ってくれた。私は気が気ではなかった。仕事は発注ミスの修正で、お昼には終わる予定が3時になってしまった。昇とカレンは待ちくたびれているだろうか。急いで帰宅し、ただいまと声をかけるが、誰からも返事がない。不審に思って居間に入った。すると、驚くべき光景が広がっていたのである。カレンと昇がうつ伏せに倒れていた。カレン、昇、どうしたの？慌てて駆け寄るが、二人とも息をしていない。近くにはロープと遺書らしき紙が無造作に置いてあった。紙に書かれた内容はこうだった。ごめん、カレンを犯したのは俺なんだ。許されるとは思っていない。責任を取ってカレンと一緒にこの世から去る。私はそれを見て頭が真っ白になった。一体どういうこと？カレンを妊娠させたのはノボルだったの？その上手にかけるなんて。震える指でスマホを操作し、救急車と警察を呼ぶ。やはり二人は亡くなっていた。私はあまりの出来事に立っているのがやっとだった。これは悪夢だ。現実の出来事とは思えない。混乱した私をよそに、警察は無情にも淡々と処理を進めていく。すぐに現場検証が行われ、その後は事情聴取ということで警察署に連れて行かれた。そこでは口に出すのも辛いことを話さなくてはならなかった。カレンが実の娘ではないこと、妊娠していたこと、病院と警察に行こうとしていた矢先だったことなどだ。長い間拘束され、ずっと喋り続けているため、さすがに疲労が溜まってきた。精神的なショックも引きずっているし、頭がぼんやりしている。そんな時だった。私と向かい合っている初老の刑事は、同情的な目を向ける。旦那さんも相当焦っていたのでしょう。このまま警察に行ったら検査をされるでしょうし、娘さんと関係を持っていたことがバレてしまうでしょうから。その言葉に私はカッとなって言い返した。夫はそんな人じゃありません。何かの間違いです。奥さん、こんなこと言いたくないけど、そういう事件は意外と多いんですよ。本当のお子さんじゃないんですよね。初めからそういった目的で養子を取ったってことも考えられますからね。刑事のあまりの言いように私は愕然とする。ひどい。なんてこと言うんですか。私も主人もちゃんと彼を大事に育ててきたんです。そんないかがわしいことを目的にするなんてありえない。私がそう言うと、刑事はますます哀れみを含んだ表情になった。まあそう思いたいのはわかりますけどね。男っていうのは奥さんに見せない顔があったりするんですよ。昇はそんな人間じゃない。そう言おうとして
私は口をパクパクさせる。だが疲労と怒りが限界に達して、もう喋ることもできなかった。どうやらあの遺書の内容から無理心中と決めつけられてしまっているようだ。そんなことありえないのに、私がどんなにそう言っても警察には取り合ってもらえなかった。そのためそれ以上の詳しい捜査は行われなかったのである。やがてカレンとノボルのお葬式が行われた。手続きをしながらも私はまだ信じられなかった。これは夢じゃないかという思いが体中を駆け巡っている。頭の中は常にもやがかかったようにぼんやりしていたが、両親の助けもあり、なんとか葬儀を終えることができた。カレンの学校の友達や、特に仲の良かったつむぎちゃんとコウタくんも来てくれていた。のぼるの友人や会社の同僚もいる。みんな悲しみに打ちひしがれていた。だが、亡くなり方が亡くなり方だったので、腫れ物に触るような扱いだったことは否定できない。聞きたくないのに、ひそひそと噂する弔問客の声が耳に届いた。あの旦那さん、小さな子供しか愛せなかったみたいね。それで血のつながらない子を、ひどい事件ね。違う、違う、と叫んで回りたかった。なぜこんな話になるのだろう。ノボルがそんなことするはずがない。絶対に何かがおかしい。そう思ったが、どうすることもできなかった。もうここのところずっと眠れないし、食べれない日々が続いている。私はすっかりやつれてしまっていた。今まで平凡に生きてきた人生だったのに、なぜこんなことになってしまったのだろう。何もする気力が湧かないまま、時間だけが過ぎていった。そんなある日のことだった。玄関のチャイムが鳴り、扉を開ける。つむぎちゃんとその母親だった。つむぎちゃんに会うのはお葬式以来だ。あの時よりもさらに泣き晴らした顔をしている。おばさん、私…来てくれてありがとう、つむぎちゃん。私は疲れた顔に無理やり笑顔を作って仏壇に案内した。つむぎちゃんは泣きながらカレンにお焼香をあげる。カレンちゃん、もっと一緒に遊びたかった。一緒にゲームしたり勉強したりしたかったよ。カレンちゃん、会いたい。子供の純粋な声に私もまた思わず涙があふれそうになる。だがしばらくすると様子が違ってきた。どんどんしゃくり上げるように泣き出すつむぎちゃん。ごめん、ごめんね、私のせいだ。え、どういうこと？つむぎちゃんのせいって。無言のつむぎちゃんに代わってつむぎちゃんの母が話した。実はつむぎから聞いた話がありまして。そしてあることを伝えられる。それは衝撃の事実だった。そうだったの。教えてくれてありがとう、つむぎちゃん。話を聞き終わった私は呆然としていた。この事実は警察に伝えた方がいいかと思います。きっぱりと言うつむぎちゃんの母だけど、私はうつむいてしまう。でも、もう無理心中ということで処理されているようで。するとつむぎちゃんの母は意外なことを言った。私の血縁に警察関係者がいるんです。その親戚に伝えて、私からもどうにか再捜査してくれるように頼んでみますから。おばさん、私からもお願いします。
このままじゃカレンちゃんとおじさんがかわいそうで。つむぎちゃんも目に涙をためながら訴える。二人の言葉に弱りきっていた私の心がほんの少しだけ動いた。わかりました。カレンとノボルの身に何が起こったのか突き止めたい。つむぎちゃんたちが協力してくれるというのだから、私も力を振り絞ってできる限りのことはやってみよう。それから数日後、つむぎちゃん親子から伝えられた事実を話すため、私は警察署に来ていた。以前私と話をした初老の刑事に簡潔に内容を伝える。だから心中ではないと思うんです。もう一度再捜査してください。だが刑事は渋い顔をした。そんなこと言われてもね、あの事件はご主人の遺書の通りだよ。もう捜査は終わってるんだから。めんどくさそうな顔をする刑事に私は頭を下げる。そこをなんとかお願いします。しつこくお願いしたが、刑事の返答は変わらなかった。その上、他にもいろいろ事件があって忙しいなどと言い出した。こうなったら仕方がない。つむぎちゃんの母から聞いていた親戚の警察関係者という人物の名前を挙げる。その人に話を通してあると言うと、刑事は急に青ざめた。ちょっと失礼。そう言って席を外すと、しばらく経ってから上司らしき人と一緒に戻ってくる。すると突然丁寧な口調になり、再捜査しますという言葉が出てきた。これには驚いた。つむぎちゃんの母の血縁の警察関係者というのはよほど大物のようだ。何にせよありがたいことだ。私はほっと胸をなで下ろした。それから事態が大きく進展することになる。後日、2名の警察官が家にやってきた。なんだか以前とは様子が違う。申し訳なさそうな態度だった。今に通すといきなり頭を下げられる。申し訳ありません。無理心中の線で捜査を進めていたのですが、そうではありませんでした。やっぱり。私はつぶやく。警察官の一人がかしこまった顔で私に伝えてきた。二人は第三者に生命を絶たれたのです。改めて再捜査を行った警察はあらゆるところを調べた。再度家の指紋を採取し、遺留品や防犯カメラの見直し、周囲への聞き込みなどを行ってくれたようだ。その結果、自宅付近の防犯カメラを見たところ、真犯人の車が映っていたのである。それはカレンの友達コウタ君の両親である五十嵐麗華と五十嵐進だった。彼らがカレンとノボルの二人を手にかけたのだ。実はカレンを妊娠させたのはコウタ君だった。あの日、つむぎちゃんから聞いた告白、それによると事の発端は数ヶ月前に遡る。好奇心旺盛で物知りなコウタ君はある日、大人の映画や漫画の影響で性に目覚めたようだ。興味本位で大人の遊びをしようとつむぎちゃんに持ちかけたのである。つむぎちゃんは知識がなく、行為の詳しいことが何なのかよくわからなかったけれど、なんだか直感で不穏なものを感じたそうだ。そのためつむぎちゃんは断った。こういった話を吹聴するのはなんだか嫌な気がして、そのことは誰にも言えず胸に秘めていたとのことだ。それ以来、コウタ君はつむぎちゃんを誘うのを諦めた。そして次にカレンに関係を迫ったというのである。つむぎちゃんが言うには、カレンも性に関する知識はなかったようだ。私から見てもカレンは純粋で、まだまだそんなことに興味を持っているようには見えなかった。
カレンちゃんは優しいから、コウタ君の頼みを断れなかったんだと思う。きっとどういうことになるのか分かってなかったんだ。だから私がコウタ君からお願いされても断りなよって言っておけばよかった。そうすればあんなことにはならずに済んだのに。私のせいだ。つむぎちゃんは泣きながら言っていた。自分が忠告しておけばよかったと後悔していたようなのだ。そうこうしているうちに事態は最悪の展開を迎えてしまった。二人が亡くなったのである。お葬式に出席したつむぎちゃんはカレンの父であるのぼるが疑われているということを知り、ショックを受けた。このままではいけないと勇気を出して自分の母に打ち明けたようだ。そしてすべてを知ったつむぎちゃんの母がつむぎちゃんをうちに連れてきたのである。カレンちゃんを妊娠させてしまったのはコウタ君です。旦那さんではないのだから心中する理由がありません。もしかしたらこんなことを言うのははばかられるのですが、二人は口封じのためにコウタ君の周辺の大人に手にかけられてしまったのかもしれません。つむぎちゃんの母は言いづらそうだった。だがその恐ろしい予想は当たっていたのだ。コウタ君の両親、レイカとススムはある計画を立てた。それはカレンの妊娠を知った時からだ。カレンは体の変化に戸惑い、現状をコウタ君に伝えたのだろう。それは当然コウタ君からコウタ君の両親の耳へ入る。レイカとススムは慌てた。コウタ君の家は名家で、身内は社会的地位の高いエリート揃いだ。まだ小学生である子供の性的なスキャンダルなんてご法度だった。そこで二人は騒がれる前にカレンを手にかけようと決意する。変質者にいたずらされた末亡くなってしまったというストーリーでも描いていたのだろう。最初はカレンだけをどこかにおびき寄せるつもりだったようだ。おそらく何か理由をつけて呼び出されたカレンは一人で出かける予定だった。それが土曜日の午前中、私が出勤した後の出来事だ。だがそれを知ったのぼるはおそらくカレンを問い詰めたに違いない。その時カレンはのぼるに事実を話した。そしてカレンと一緒に二人でコウタ君の自宅を訪ねたのだ。ところがそれはレイカと進むには予想外の出来事だった。両親には内緒で来るようにと言っていたようで、登るまでついてきたのでは計画が狂ってしまう。焦ったレイカと登るは計画を変更する。カレンと登るの二人を手にかけて心中に見せかけることにしたのである。そしてことが終わると遺体をうちの玄関の居間に運んだ。カレンとノボルの横にロープと衣装を置いておく。内容はノボルがカレンを性的な目で見ており妊娠させてしまったためやむなく手をかけてしまったというものだ。遺書は筆跡でバレないようにするためパソコンで偽造した。そして用意周到なことに二人は手袋をはめ指紋を家に残さないようにしたのである。その計画はまんまと成功したのだ。それにしても警察の捜査があまりにもずさんだったのはどういうことだろうと思ったのだが、これも訳があった。それはこの土地独特の風習のせいだった。お金持ちや経営者が多い地域で何かと警察は彼らの味方をしていたのだ。その方がいろいろ便宜を図ってもらったりしてお互いに都合がいいからである。そのためお金持ちでもない会社をやっているわけでもないいわゆるよそ者の私は初めから不利だったのだ。よそ者たちの捜査に手間暇をかけても何の見返りも得られないのだから自然とやっつけ仕事になる。第三者に命を絶たれたとしか思えない状況でもろくに調べもせず警察は遺書を鵜呑みにして
心中だと決めつけた。このままこの事件は闇に葬り去られるところだったのだ。ところがそこに思わぬ救世主が現れる。それが紬ちゃん親子だ。紬ちゃんの母の親戚にいた警察関係者というのも、おそらく一階の警察官ではないだろう。警察内部でかなり地位のある人物なのではないか。そうでもなければ再捜査なんてしてくれることはなかったに違いない。後になってからわかることだが、私の担当だった初老の刑事は左遷されたようだ。これも九段の地位のある警察関係者のおかげだと言えるだろう。そうして改めて調べ直したところ、近所の防犯カメラに映っていた玲香と進の車、もちろんそれだけでは証拠とは言えない。だがうちに出入りする不審な男女の二人組を見たという近所の人の証言も得られた。それらを踏まえ、玲香と進の家を家宅捜索することになったのである。こうなることも予測していたのかはわからないが、康太君一家の家は念入りに清掃されていた。指紋一つ見つからなかったというが、天は味方してくれた。その日カレンが着ていた服の繊維が康太君の家で発見されたのである。それと玄関前についていた登るのものと思われる靴の足跡も見つかった。それらを証拠に康太君の両親玲香と進を逮捕した。当初はごまかしていた二人も証拠を突きつけられるとあっさりと自白。小学生の康太君がカレンを妊娠させたというショッキングなスキャンダルを隠すため、カレンとノボルを手にかけたことを認めたのである。これでノボルへの疑いは晴れた。私はほんの少しだけ安心する。亡き者にされた上に犯罪者の汚名まで着せられるなんて、ノボルがあまりにもかわいそうだ。その後この事件は大々的にニュースになって世間を騒がせた。テレビや雑誌では資産家一家の闇として特集され、 SNS では康太君一家の顔写真が拡散されていたらしい。らしいというのは、私は実際に見ていないからだ。友人や知人が教えてくれたのだが、私はネットの不確実な情報は頭に入れないようにしていた。これから私は現実の場所で戦わなくてはならないからだ。それは裁判だ。遺族ということで被害者参加制度を利用し、法廷の場に赴くことにしたのである。あの人たちにはどうしても一言言わなくては気が済まない。このまま落ち込んで過ごすのではなく、一矢報いてやりたいのだ。当日私が席に座ると、すぐに玲香と進が目に留まった。二人ともうつむいて老け込んでしまっている。こうしているときらびやかなお金持ちには全く見えない。だがそれよりも私は次から次へと湧いてくる怒りと悲しみを抑えることに苦労した。こんな奴らの見栄のためにカレンとノボルが亡き者にされたなんて、絶対に許せない。裁判官に促された私は意見陳述をした。カレンは私たち夫婦の本当の子ではありませんでした。でも愛情を持って大切に育ててきたんです。それを理不尽な理由で突然奪われた悲しみが分かりますか。その上あなたたちは夫も手にかけ、犯罪者の汚名まで着せようと画策した。世間体のため、子供の悪事を隠すためというくだらない理由で、そんなことで二人の人生を奪ったあなたたちを私は許しません。極刑を望みます。そう叫ぶと法廷は静まり返った。玲香と進は顔面蒼白でガタガタと震えている。今頃になって自分たちがしでかした罪の大きさに気づいたのだろうか。だがもう遅い。人の命を奪ってから反省などしても、すべては後の祭りだ。できることなら
二人を返してほしい。それが不可能なら、麗華と進むの命をもって償ってほしいと、私は思うのだ。そして、判決が出た。求刑通り、二人には極刑が下された。ひとまず、ほっとしたというのが正直なところだ。刑はいつ執行されるかわからない。麗華と進むは、その日まで怯える日々を過ごすことになるだろう。カレンとノボルはもう帰ってこないが、二人が味わった恐怖を少しでも分かってほしい。世間体のためなどというくだらない理由で命を奪われた二人が本当に哀れだ。そしてもう一人、この事件に関わる人間がいる。コウタ君だ。カレンとノボルの生命を奪った事件には直接関与していないものの、カレンを妊娠させたのは事実である。遺体はすでにダビに付されてしまったので確認はできないが、コウタ君が自白しているし、両親の証言もあった。だが、コウタ君は小学生で、まだ未成年。14歳未満の子供に刑罰を科すことはできない。そのため、児童相談所への通告が行われ、養護施設に入所することになった。今は自分の犯してしまった罪と向き合い、泣きながら後悔しているという。まだ子供だが、欲望や好奇心に負け、カレンを傷つけた。そのことはずっと忘れないでいてほしい。そして、心から反省してほしいと願うのだった。その後、私はカレンとノボルの墓前で裁判の結果を報告した。ノボル、汚名は晴らしたわよ。カレン、ごめんなさいね。守ってあげられなくて。でも、あいつらは極刑になったわ。だからといってあなたたちが帰ってくるわけじゃないけど、仇は取った。だから安らかに眠ってちょうだい。そう言うと、先ほど備えたお花が少し揺れた。風かもしれないけれど、二人が返事をしてくれたような気がして、私の目には涙が浮かんだ。それから10年の時が流れた。私は今、あの土地から遠く離れた都会に引っ越している。カレンやノボルの思い出が詰まった場所にいるのが辛い、というのもその理由だが、何よりも金持ちばかりが集まる土地にいるのが嫌になったのだ。見栄や世間体を追い求め、利権に群がる人々。それは何よりもカレンとノボルが命を奪われる理由にもなったものだ。私にはくだらないとしか思えず、そんな悪しき土地にいる必要ももうなかった。その後は働きながら犯罪被害者の会を通して活動している。講演会を開いたり、被害者同士で話せる場を提案したり、活動内容は多岐にわたる。手伝ってくれているのはつむぎちゃんである。つむぎちゃんは大学生になっており、心理学を学んでいた。大学進学とともに、ちょうど私のいる都会で一人暮らしをすることになったため、一緒に活動を手伝ってくれるようになったのだ。つむぎちゃんは、カレンに忠告してあげられなかったということで、罪の意識に苛まれていた。でもあの事件は、コウタ君一家がすべて悪いのだ。つむぎちゃんのせいじゃない。気にしなくていいと、私は何回も声をかけた。そして時間はかかったが、少しずつ前に進めるようになり、つむぎちゃんは明るい笑顔を見せてくれるようになったのである。最近では犯罪被害者の会の存在が徐々に知れ渡り、講演会や雑誌、テレビの仕事なども増えている。すっかり忙しくなってしまったが、カレンとノボルのことは片時も忘れたことがない。二人が生きていたらと何度も思った。だが
その度に活動に精を出した。たくさんいる犯罪被害者の遺族という存在を支えるため、少しでも役に立ちたい。そのことが何より二人の供養になるだろう。私は残された者として使命を全うしようと心に決めている。この先辛いことがあっても前を向いて歩いていくつもりだ。カレンとノボルが天国で見てくれていることを信じて。